今日は、東京 MX さんの5時に夢中さんというところから取材の依頼を受けまして、今カメラのセッティングをしているところでございます。議員としてと YouTuber として、平塚市議会議員として平塚に詳しい人ということで、お話を、VTR 上で、ね、出るみたいなんで、その協力という感じです。いやありがたいですね。ありがとうございます。はい、というわけでね、ぜひテレビ出演、見てください。明日、10月31日火曜日の17時から18時の5時に夢中でございます。東京 MX、5時に夢中ね、僕個人的に埼玉県に住んでた時に群馬テレビから見てたかなと思いますね。マツコデラックスさんは結構昔から起用してて、なんかそんな感じのイメージで僕も見てた番組なんでね、いや出れて光栄だなと思います。テレビ出演の、ね、依頼はね、ぜひこのメールアドレスに送ってくださいという感じで、はい、テレビ出演のお知らせでした。ありがとうございます。